さて、オオカミは誰のことかな？やけん、あの子、まだこの辺りにいるのかしら。この精霊が売りそうな地点に。これがポケモンだったら絶対伝説のポケモン、幻のポケモン出てくる。セレビュー隊が出てくるよ。黒崎は沼があって危険なのに、別の森へうまく移動できていればいいけど。あ！この声は、元気しててか、ケルベロス。勝手に名前つけてる。あの時の狼さん、まだこの森にいたのね。こんにちは。まだ、また会ったわね、狼さん。はあ、君の顔が忘れられなくてね。大好きだよ。ふふ、あなたの、あなたも私のことを覚えていててくれたのかしら。もちろんさ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 。重要だから何回も言ってやるぞ。もちろんさ。いい子いい子、あなたはとっても賢いのね。そうだ、今日は干し肉を持っているの、少しあげるわね。マジっすか、ごちになります。オオカミさん、じゃあ呼びにくいから名前をあげましょうね。ケルベロスではなかった。なぜ名前つける。ロルフ。ロルフはどうかしら。名高い狼という意味の名前よ。素晴らしい。気に入ってくれたのかしら。ロルフ、私とあなたはお友達よ。明日も食べ物を持ってきてあげる。でも他の人には見つからないように気をつけるのよ。わかったよ。花畑で出会った私だけの秘密のお友達。それからは花畑に寄ってからおばあ様の家へ向かうのが瞬間になっていた。ああ、なんか今の段階でガブリエルが心を開いて唯一の相手かもしれんな。おばあ様にどんなに辛く当たられても、ロルフと一緒にいる時間はとても穏やかな気持ちで過ごせた。そう、町の人やおばあ様とお話ししている時間より、ロルフと戯れている時間の方が幸せな気持ちに。出た、おばあ様。それじゃあおばあ様、また明日伺います。町な。やめて、ちょっと。その後嫌なことしか持っていないような町なの止め方やめて。こっち向かないで。最近妙に急いで帰るじゃないか。一体どうしたんだい？え？そんなことは。お前、まさか男ができたんじゃないだろうね。なぜそうなるんだ。別にだろう。早く帰って勉強して国家資格取りに行かなあかんとかいう理由があるかもしれないか。そんなことないわ。仲のいい人もいないのに。周りの花畑でお父様とお母様のためにお花を摘んでいるだけよ。おばあ様のお家に飾るお花もそこで摘んでいるの。そうかい。それなら一つお願いしようかね。何でも夜にしか咲かない花弁が光る花があるそうじゃないか。見てみたいね。ねえガブリエラ、おばあ様のために摘んできておくれ。夜にしか咲かない光るお花？そんな珍しいお花、あの辺りに生えているかしら。できないって言うのかい？おばあ様のお願いが聞けないのかい？やっぱりお前は私のことなんてどうでもいいと思っているのかい？ああ、おばあ様、そんな詳しいことをおっしゃらないで。私はおばあ様のことを愛しているわ。たった一人の大切な家族ですもの。わかりました。今日はそのお話を探していきますね。あ、夜になってきちゃった。危ないと言われてるだろうに。てか、そんなものがあるのかと。
でもなんかちょっと神々しい場所やけんな、あってもおかしくなさそうな感じはする。なんなら上からセレビーが降りてきてさ、その肌を持って、その肌を持ってセレビーが降りてきてさ、見つからない、ちゃんと見つけないとまたおばあさまのご機嫌が。ポロン言っちゃった。なんでポロン言うんだ今。この先はどうかしら。この先ってどんな感じだったっけ。ああ、ここか、ここか。あ、まさかこれってさ、あ、いやいやな、危ないからこっちには行かないようにって意味の策だったんか、これ。あ、いつもは危ないから鍵をかけているはず。この先に誰かいるの。ああ、いよったわ。そういや、いよったわ。なんかこっちから声かけするわって言うて向かったら確かに魔法陣あったわ。そうか、こういうことだ。今の音覚え、ロルフ、この先にいるの。何の遠吠えだこれは。仲間を呼んでるのか。あれ、湖かこれ。水たまりっぽい感じがするな、なんか青くて。ロルフ、ここにいるの。鳴らした。出てこない。ロルフ、もしいるなら出てきてちょうだい。ここはとっても危ない場所なの。ロルフじゃないやつ出てきた。へっ、人狼、逃げなきゃ。あれ、なんかロルフっぽい感じがありますが、イケメンガブリエラ。喋ったー、喋ったえ、なんで、驚きすぎて間の開け方がブリーチになってるぞ。ブリーチって言うたらこれがなんか駒村サージンに見えてきたわお前挽回国上天元妙じゃないんだからなお前。俺もだよガブリエラ。自分でもびっくりしてんのかお前。その毛色、瞳の色、ロルフなの？よくわかったな。ああ、この姿はとても恐ろしく感じることだろう。けれど、どうか俺の話を聞いてほしい。まさか本当に何か神の力が宿ったのか？ここの場所は。この場所って先の場所ちゃうし。ええ、もちろんよ。あなたは私のことを傷つけないって分かっているもの。信頼関係、ありがとう。やっぱり君は素敵な女性だ。紳士的じゃん。町の男のどの男よりも紳士的や。まずは今まで黙っていてすまなかった。君に嫌われたくなくてどうしても伝えられなかった。君は俺のことを人狼と呼んだけれど、君の考えている人狼とは少し違うと思う。君の考えている人狼とは、人から半獣半人の姿に変わるようなものだろう。ええ、そうね。昔話の絵本で読んだのは、狼に構えた人間が人狼に変わるというお話だったわ。俺も元は普通の狼だった。どこにでもいるような狼だった。けれど気がつくと、人間よりも長い時間を生きて人語を介するようになっていた。ゲスるかな。そして月の出る夜には今のように半獣半人の姿に変ずるように。変ずるようにって言い方、人間でもあんませんような気がするんやけど。すごいなお前。お前そこまで人間の言葉を理解できとったらお前意外と日本語検定みたいなのがあったら結構すごい級まで取れそうな気がするな、お前なんか。そんなおとぎ話のようなことがあるなんて。赤ずきん、お前もおとぎ話だよ。でも実際に
あなたはこうして私とお話ししている。なんだか不思議な気分だわ。ガブリエラ、こんな姿の俺でも君は友達でいてくれる？俺はとても寂しいんだ。ずっと群れに属さず一匹で生きてきた。だから君に手当てをしてもらったとき、どれだけ嬉しかったか。愛情を受けずに育ってきたんだ。そんな中、初めて愛情を注いでくれたのがこのガブリエラ。君に名前をつけてもらったとき、呼んでもらうたび、どれだけ嬉しかったか。俺はもう一度一匹でいたくない。いつまでも君と一緒に過ごしたい。ロルフ、寂しい生き方をしてきたのね。でも大丈夫よ。あなたが狼でも人狼でも、それ以外の 何かでも、あなたは私の一番のお友達よ。あなたと一緒にいると不思議と心が安らぐの。ガブリエラ、ありがとう。君は俺の唯一の友達だ。そうだ、これを明日君に渡そうと思ってここで探していたんだ。花。まあ、なんて立派な百合の花かしら。この沼のあたりは近寄ったらいけないって言われていたけど、こんなに綺麗な花が咲いていたのね。喜んでくれて嬉しいよ。正確には百合ではないけれど、綺麗な花だろ。香りが強い花だから、寝室に飾ってごらん。花畑の夢が見られるかもしれないよ。ありがとう、ロルフ。今夜から飾ってみるわね。いいやつやん。ロルフ、いいやつやん。ロルフが語ったのは、とても不思議なお話。とても信じられない魔法のようなお話。それでも私は彼を信じることにした。だって彼はとても優しくて紳士的で、どこか抗えない不思議な魅力があったから。そしておばあさまのところに来た。それで夜にだけ咲くお花は見つからなかったけど、こんなに綺麗なお花を見つけたのよ。ああ、BGM 止めろ。やめろ、お前、BGM 止めるな。なんだよ、そのお花は。言うと思った、なんか。え？だから、花畑の先の沼の近くで。あの沼には近づくなと小さい頃から教えているだろう。こんな子供でも守れるような簡単な絵付けを守れないなんて。なんで不出来な娘だい。ばあさん。いや、ガブリエラはお前のために思って。だいたいそれだったらさ、夜に出歩いちゃいけないってルールを作れ。言いつけを破ってしまったことは、悪いことをしてしまったと思っているわ。でもそんなに心配なさらないで、自分の身くらい自分で守れるわ。なんだよその言い草は。お前、やっぱり町に男ができたんじゃないだろうね。どうしてそうなる。ばあさん、お前の頭の中の思考回路、どうしてそうなってるんだお前。今の会話に男ができたっていう根拠は何もなかったと思うけどね。どうせその男につまらない知恵をつけられてそそろかされているんだろう。違うわ、私そんなこと。おばあさま、私はもう小さな子供じゃないの。自分で考えて自分で行動しているだけよ。自分で考える。お前はずっと私の言いつけだけ守っていればいいんだ。そうだ、もし町の男に言い寄られたって、私は許す、私が許しはしないよ。いや、多分それはガブリエラがうまくあしらうと思うよ。そんな、それじゃあ私、功績もずっとこのまま。それじゃあ私は一体何のために。私だってたまには着飾って町を歩いてみたり、お友達とお酒を飲んだりしてみたいわ。うるさい。キャー。あー、せっかくのやつ、あ、ここか。このシーンだったんじゃ。お前はずっと、この先もずっと私の面倒を見て生きていくんだ。それが天がお前に与えた生き方なんだよ。ひどい。そういや泣きよったな。ひどい、ひどいわ、おばあさま。
その時に突きつけられた言葉は、今までのどんな叱責の言葉よりも重く、私の心を蝕んだ。気がつけば、私は家を飛び出して、あの花畑へ向かっていた。飽きたんじゃ。ああ、今日月出てなかったんじゃ。喋るんかい、でも。でも喋るんじゃな。人狼だから喋れるとかじゃなくてさ、もともとお前喋れるんやな。その姿でも喋れるんやな、お前。かわいそうに。それで家を飛び出してきたんだね。私はこれからもずっとこの森で暮らさなきゃいけないの？おばあさまが亡くなるまでずっと。でも、その時が来たら私はいくつになってるの？何もかも諦めてずっとおばあさまのお世話をすることが天のお父さまから与えられた運命だというの？そんな運命があってたまるものか。君はもう十分自分を犠牲にしてきた。この森を出て自由に生きてもいいはずだ。自由、フリーダム。でもそれはおばあさまを見捨てるということだわ。私がいなくなってしまったらおばあさまはきっと少し寂しがるわ。ガブリエラ、ああおばあちゃん、なんかちょっとかもってちゃな感じがするからな。ごめんなさい、泣き言を聞かせてしまって。少し疲れていただけなの。日中は人狼の姿になれないから俺ができることは少ないけれど、泣き言くらいならいくらでも聞こう。君は内側に何でも抱え込みすぎているようだ。もっと自分を解放することを覚えた方がいい。ええ、ありがとう、ロルフ。聞き上手。ロルフが聞き上手。どんな人間の男よりも男らしいな。そうだ、昨日いただいたあの花いただけないかしら。とてもいい香りで気に入ってしまったの。君が喜んでくれるならいくらでも積んでこよう。ただこの姿では無理だ。また夜にあの沼の前までおいで。いいね、ガブリエラ。ええ、わあ。あれ、ああ、なんかそんな気がした、そんな気がしたわ。なんかガブリエラがフェードアウトした瞬間にさ、あれなんでこの画面で固まっとるんかなってちょっと思ったわ。で、そら思った瞬間にこれひらめいたわ、こいつ来るわって。さすがストーカー。ガブリエラ、こんな夜に出歩いているなんて珍しいな。そんなに急いでどこに行くんだい。やばい、絶対鉄砲持ってるよ。誤解しちゃうよ、絶対誤解しちゃうよ、この状況。ロルフ、ほら、君の好きな花を摘んできたよ。ああ、とってもいい香り。気持ちが明るくなって天まで登れそうなくらい。これからも毎晩ここにおいで。君のために毎日花を摘んでこよう。ありがとう、ロルフ。大好きよ。大好き。あ、このシーンもあったな。ガブリエラと。誰だ？よく見えないが、かなり大柄な。ああ、そんな。ガブリエラ。うん、あの沼の奥の花畑、すごく気に入ってしまったわ。毎晩毎晩、使うのも疲れちゃった。いっそあそこで暮らせればいいのに。確かにちょっと、このシーンでさ、ちょっと歩いてきた時に猫背だったもん、ちょっと。なんか疲れとるなって感じがしたもん。早くお坊様のお世話を終わらせて、ロルフに会いに行きたいわ。
今日のご機嫌はいかがかしら。どんな階層があったっけ他に。ん？この匂い。あ、どの記憶にたどり着くんだよこれ。これ。あれー！